お墓は東京なんですけれども、感染が多いので、ちょっと自粛してます。あんま遠くには行き過ぎないというか、まあ、この辺で、その、まあ、近場でちょっと済まそうと、なるべく。感染は怖いですけど、お盆ぐらいふるさとに帰りたいっていう人も多いでしょうし、その後が心配ですね。お盆休みの帰省などをめぐっては、昨日も政府の新型コロナウイルス対策分科会の尾身茂会長が、帰省はできれば控えていただきたいと慎重な判断を国民に求めています。実際にお盆期間中の道内発着便の予約も大きく減っていて、日本航空が前の年からおよそ4割減の 45.4%、全日空も前の年からおよそ半減の 35.9% となっています。